ビビアン、少しいいか。悪運が強いな。まだ生きているとは。お前にだけは言われたくない。何度か暗殺されかかっただけじゃないか。騒ぐほどのことでもなかろう。さて、要件は何かな。この偉大なる軍事学者ビビアン・ナインテールズが答えよう。各国の情勢を把握しておきたい。今日も今日とてバリス・ゼアは知事に乱れたまま。史上最悪の滞在に、シドの登場に、黒の一帯の侵食による世界の荒廃。だが、世界を揺るがす風は、それだけじゃない。ザンブレク公国という、嵐の存在だ。風の大陸、北東に位置するザンブレク公国は、かねてより、その国土を黒の一帯に蝕まれていた。そのため、新たな領土を求めて、海を挟んだウォールード王国と長く争いを続けている。ところが、相手は召喚獣オーディンを擁する強国。そうやすやすと領土を奪えるわけもなく、事態は進展していなかった。そこで、ザンブレクの信仰、シルベストルが目をつけたのは、豊富な資源を抱えるクリスタル自治領だ。5年前のこと、君たちがマザークリスタルドレイクヘッドの破壊に動いていた裏で、一挙にカノチへ侵攻、制圧した。だがクリスタル自治領は文字通り世界の中心、最大の地理的要衝でもある。ここを抑えればバリスゼア統一にも手が届くだろう。だからこそ各国は相互牽制として不可侵条約を結んでいたのだが、一方的に破られたとなれば紛糾は避けられん。ザンブレク公国、ダルメキア共和国、ウォールード王国、そして鉄王国、それぞれが生き残りをかけ、乱世は加速しているよ。なるほど、いい雲行きとは言えないか。世界にとってはな。今後の風の吹き方一つで、君たちにとっては追い風になるかもしれない。こんなところだクライブ、こたびの講義代はお使いで手を打とうじゃないか。仕方ない、いいだろう。それではこの本を書庫の主に返しておいてくれ。語り部によろしく。語り部か。さて、書庫へ行こう。やあ、シド。いつも忙しそうね。ハルポクラテス。そう呼んでくれるのはお主くらいだな。語り部と呼ばれすぎて自分の名を忘れそうになる。クライブ、無事に戻って何よりだ。ビビアンから本を預かった。これをあんたに返してくれと。若先生は相変わらず読むのが早いのう。わしももっと解読が早ければお主の頼みに応えられるかもしれんが、先日手に入れてもらった書物にもそれらしい記録はなかった。お主が5年前にドレイクヘッドで出会ったという謎の存在、その正体にたどり着くにはまだまだ時間がかかりそうだ。これだけの書物とあんたの学識をもってしても、未だ尻尾さえつかめないとは。一筋縄で行く相手ではないということだろう。今は北部の古文書を探っている。
何か分かったら知らせよう。助かるよ。書物に囲まれ木の実を食い知識の海に浸る。ここはわしの楽園だ。気にすることはない。テトは見てた。語り部木の実ばっか食べてる。クラも知ってるよ。だからおなら臭いって。これこれ、バラせてない。鉱物が取り上げられたらどうしてくれる。テトとクロは相変わらずか。ああ、書庫で預かってからというもの、毎日元気にしておるよ。ただ時折親が恋しいと崩るのだ。あの子らが哀れでならん。前の隠れ家が襲われた時、二人の親を含め多くの仲間が殺された。5年前の出来事は生き残った者たちに深い傷となって残ったな。その傷を癒すにもまだまだ時間が必要だ。話が長くなった。疲れたろ。少しは休むといい。ありがとう、ハルポクラテス。ガブが戻るまで部屋で休むとするか。おかえり、クライブ。帰ってくるなりバタバタしてるわね。その顔も見慣れたわ。今じゃただの不愛想な傭兵って感じ。刻印がないというだけで外では人として扱われる。お前の施術のおかげで随分活動の幅が広がった。感謝してるよ。そりゃどうも。オットーから伝言よ。ガブから手紙が来たらしいわ。あんたの部屋に置いてあるからって。ガブから。分かった、すぐに確認する。じゃあまた後で。ガブから手紙。何かあったか。タローンが新しい品を仕入れたってよ。ガブはなんて。ダルメキアが軍を動かした。フーゴクプカも関わっているようだ。これで奴の私兵はしばらくの間ベアラーを襲うことはない。そう、よかった。この戦は俺たちにも好機だ。後でガブと話そう。それにしても隠れ家の再建からここまで本当によくやってこれたと思う。5年遅すぎたくらいだよ。俺がイフリートの力を使いこなせていればもっとうまくやれてたはず。なのにいつも何かがあの力をせき止めているんだ。召喚獣になると大きな負担がかかるもの。あなたの体の方が分かっているのよ。良くないことから守っているんだわ。君にばかり負担をかけてるな。これまでたくさんの場所を巡ってきて私にもようやく分かったの。マザークリスタルは人を幸福にしない。恩恵が大きければ大きいほどそれ以上の争いや差別、痛みや苦しみを生み続けてる。それも黒の一体を大地に広げて人から生きる場所を奪いながら。でもあなたは本気でそれを変えようとしてる。
だから私も手伝いたいの。ジラ、だが。それにね、これはあの時ジョシュアが救ってくれた命だから、どうせなら意義のある生き方をしたいじゃない。ジョシュアは確かにいた。見間違いなんかじゃない。ジョシュアがアルテマと呼んだあの存在。きっとジョシュアは奴を追っているんだろう。今この時も。また会える日が来るかしら。それを信じて、できることをやるだけだ。すべてのマザークリスタルを破壊する。北部は黒に染まったか。この数年で黒の一帯は広がるよ。しかしひどいものですね。エーテルが枯れ果てたとはいえ、いずれ大陸全土が染まるだろう。アルテマの痕跡を追う先々で世界が死んでいく。ねえ兄さん、僕らに何ができる。クレイム、問題が。ああ、その、すまない。邪魔するつもりはなかったんだが。気にしないで、打ち合わせをしていただけよ。どうした、オット。協力者のマーサが消息を絶った。すまんが、ちょっとサロンまで来てくれ。わかった。マーサに何があった？詳しい話を。ロザリアに駐屯するザンブレク兵がマーサの宿に押し入ったらしい。知らせによれば怪我人も出ているようだ。そこに来てマーサも姿を消している。面倒なことに巻き込まれたのかもしれん。なぜ奴らはそこまでの行動に。イーストプールの一件は覚えているな。あれを皮切りにロザリアでは駐屯兵が過激化した。ロザリアを治める俗領総督府の名のもとでベアラをかくまう者たちを対抗派と称して虐殺。今やその手はベアラそのものに向けられている。その影響で彼らの保護に支障が出ているとマーサから相談されてたんだが。総督府に目をつけられたか。マーサは大切な協力者だ。失うわけにはいかない。クライブ、マーサの宿へ行ってくれ。現地に石の剣を派遣してやる。連中と合流して彼女を見つけ出すんだ。
ああ、すぐに出る。お帰り、シド。まったく弱ったな。どうかしたのか。私船の底に水が染みてきてやがる。黒の一帯の水は腐敗しやすいと聞くが。隠れ家の中の水はちゃんと処理して使ってるが、この船や桟橋なんかは野ざらしだ。防腐用の薬剤を塗って補修を続けないとすぐダメになっちまう。今回も少しばかり怠けたらこのざまさ。それにちょうど薬剤の在庫も切れてるらしくてな、補修しようにもできやしない。なあシド、ちょいと手を貸してくれないか。ああ、協力しよう。お前の渡し船はこの隠れ家の大事な足だ。補修するなら早い方がいい。そう言ってくれると思ったぜ。ありがとうよ。薬剤の入荷にはしばらく時間がかかるみたいでな。だから代用品で何とかしようと思う。ロザリアのクアールテール滝を知っているか。あそこにはシスルソーンって魔物が救ってる。やつの強粘液は水を弾くから補修に持ってこいだ。すまねえが手に入れてきてくれ。わかった、行ってみよう。共鳴液だな。オボルスに渡してやろう。お帰りシド。共鳴液は手に入ったかい。ああ、渡しておこう。これだよこれ。助かったぜシド。早速補修に取り掛かろう。お前の渡し船は隠れ家になくてはならない。今後も頼むぞ、オボルス。あんたに頼まれたのならやる気も出るってもんだ。任せてくれ、今まで以上に役立ってみせるさ。
これは。とにかく石の剣と合流しよう。スートン兵の奴らに。さっきの連中がまだ近くにいるかもしれない。どこへ連れて行く。しばらくは町から出るのか。何をお探しで？持ってってくれ。道中お気をつけて。あちらで手当てをしましょう。さあ。シド、来てくださったんですね。派遣された石の剣というのはお前の部隊だったのか、コール。オットーから聞いている。状況はわかるか？ええ、話を聞いておきました。押し入ってきた駐屯兵はかなり乱暴に振る舞ったらしく、宿場の住民や傭兵団も暴行を受けています。マーサさんが止めに入ったところ、奴らは彼女を拘束してそのまま連れ去ったと。マーサの行方は？いえ、具体的な場所までは。ただ駐屯兵は悲しみの入江方面に向かったようです。グレードモン修道院を調べる気なのかもしれない。おそらくな。俺とジルで奴らを追う。お前たちは住民の手当てを。心得ました。シド、駐屯兵はベアラー粛清と口にしていたとか。どうもこれまでと勝手が違います。くれぐれもお気をつけください。ああ、わかった。クライブ、ベアラー粛清だなんてただごとじゃないわ。ベアラーは国の管理下だ。駐屯兵だけの判断じゃない。粛清という言葉まで持ち出すとは。ザンブレクは何を企んでる？マーサ、無事か？ああ、クライブ、急いで修道院へ。何があったんです？出たんだ、黒騎士たちが出たんだよ。噂なんかじゃなかった。黒騎士？私を黒騎士から逃がすためにベアラーのみんなが盾になって。このままじゃみんな殺されちまうよ。俺たちで助けに向かう。マーサ、ここにいては危険だ。宿に戻ってコールを頼れ。いいな？わかった。二人ともどうか頼んだよ。黒騎士、一体何者だ？ビビアンからもその名を聞いたことがない。彼女も知らないとなると。とにかく修道院へ。ベアラーたちが危ない。
襲った跡があるわ。ジル、急ごう。なんてこと。クソ、貴様ら何者だ。ザンブレク兵、マーサさんのところに押し入った駐屯兵ね。あの女、助けを呼びやがったのか。構うことはない。たかが傭兵風情に何ができる。奴の仲間なら貴様らも同罪、粛清対象だ。ベアラーも、それをかばい立てる者も、この世の汚れに他ならん。我ら残夜を担う者、国営に近い来たる千年王国の憂いを断つ。なるほど、お前たちが黒騎士か。クライブ。ああ、やるぞ。倒したか。敷地内を見て回りましょう。まだ生きている人がいるかもしれない。院長様が。ベアラーの全身が石化してる。限界まで魔法を使って戦ったのか。この人まだ息があるわ。俺たちはマーサの仲間だ。助けが遅くなった。ここを襲った黒騎士は全て倒した。安心しろ。そうか、よかった。黒騎士はベアラー粛清のために作られたザンブレクの特務部隊だ。ベアラー粛清はロザリス城下で始まり、ロザリア全土に広がっている。どうかこのことをシドに、ベアラーたちを奴らから助け。ああ、伝えておく。シド、どこです？ご無事ですか？コールの声だ。無事を知らせないと。クライブ、亡くなったわ。くっ。
院長様たちの埋葬を終えました。しかしベアラーたちの遺体は全身石化の弊害で粉々に。残った砂は集めてあるわ。マーサさんを守るためにみんな最後まで戦ったのね。マーサさんから話を聞いて急ぎ駆けつけたのですが、こんな事態になっていただなんて。彼らも弔いましょう。せめて安らかに眠れるように。でしたらこの砂をリドック町海峡のたもとへ。院長様が常々そうなさっていました。川に砂を流すことで魂が隔離用に運ばれるのだと。俺が行ってこよう。ありがとう、クライブ。コール、私たちは修道院の中を片付けましょう。手強い相手だった。リドック町海峡、この辺りだな。
この水によって思い荷が洗い出され、魂が次の世へと運ばれますように。終わったのね。ああ、修道院の方は。ええ、片付けてきた。コールは先に宿へ戻ったわ。私たちも行きましょう。きっとマーサさんも心配してる。そうだな。二人とも戻ってこられてよかった。マーサ、すまない、間に合わなかった。いいんだクライブ、コールから聞いたよ。ありがとう、みんなを弔ってくれたんだってね。もっと黒騎士のことを気にかけておくんだった。まさか本当にいただなんて。奴らのことを知ってたのか。いつだったか客の噂話を耳にしたのさ。国営に身を包んだザンブレク兵たちがベアラーを殺して回ってるって。ここ数年はロザリアの駐屯兵が過激になってるだろう。だからてっきり奴らに怯えた誰かがそういった連中に黒騎士なんて名をつけたんだと。このまま黒騎士どもの勝手にはさせない。ベアラー粛清など許されるものか。だが目的は何だ。イーストプールを襲った奴らと同じように、これも母上の差し金だというのか。もうこれ以上奴らの好きにはさせない。うちの傭兵団を強化して今度は返り討ちにしてやる。今回みたいな犠牲を二度と出さないためにもね。そうだクライブ、ついさっきオットーがストラスをよこしたんだ。ガブが隠れ家に戻ったと伝えてほしいって。分かった、それじゃあ俺たちはそろそろ引き上げる。マーサさん、お気をつけて。感謝するよ二人とも。あんたたちや石の剣のおかげで宿は救われた。さっきの連中がまだ近くにいるかもしれない。大丈夫か。無理に動くなよ。そこの人、ちょっと手。そこの人、ちょっと手を貸して。おお、あんた傭兵だろ。ちょうどよかった。ここに来る途中、チョコボが野党どもに追われてたんだ。あいつを助けてやってくれないか。チョコボ？ああ、ここら一帯を縄張りにしてる野生のチョコボだ。でもただのチョコボじゃねえ。魔物や野党から行商や旅人を守ってくれるこの辺りの用心棒みたいなやつさ。そんなチョコボがいるのか。俺もこの前野党に襲われたところを救われてな。きっとその時のやつらが報復しに来たんだろう。どうか頼む、あんたの力でチョコボを助けてやってくれ。いいだろう。ありがてえ。それでそのチョコボはどこに。この先の街道を横切って船着き場の方へ向かっていった。あのチョコボは気高いナイトのごとき振る舞いで、行商仲間からもロザリアの心なんて呼ばれてる。一目見ればわかるはずだ。わかった。それじゃあよろしく頼むよ。ロザリアの心、どんなチョコボなんだ。
これはチョコボの風切り羽。白チョコボなんて珍しい。あいつを思い出すな。この足跡、向こうか。散々俺たちを光景にしてくれやがって。仲間の仇だ。その白い羽を血で染めてやる。待て。なんだてめえ。そのチョコボはロザリアの心だな。こちらに渡してもらおう。俺たちの獲物だ。よそもなすっこんでな。悪いがそれはできない。これも仕事なんでな。もう大丈夫だ。お前がロザリアの心か。トルガルが懐くなんて。
その目の傷、まさかあの時の。やはりお前はアンブロシアなのか。アンブロシア、よく生きて。お前にも仲間がいるんだな。おい、大丈夫か？心配になって来ちまったぜ。野党どもを倒してくれたんだな。チョコボも無事みたいでよかった。ああ、実は。やれやれ、ロザリアの心があんたのチョコボだったとはな。チョコボは物覚えがいい。きっと昔のあんたの姿や立ち振る舞いを覚えてて、俺たちを守ってくれてたんだろう。それにしても珍しい白チョコボを飼ってただなんて。もしかしていいところのでかい？いや、そういうわけでは。おっと、野暮なことを聞いたか。気にしないでくれ。アンブロシア、どうした？あんたと一緒に行きたいんだよ。ほら、お仲間も賛成してる。来てくれるのか？何年ぶりかに再会したチョコボとまた旅をする。なんとも泣ける話じゃねえか。よし、ちょっと待ってくれ。どうだ、これでいつでも行けるぞ。いろいろと用立ててくれて感謝する。これぐらい当然さ。ロザリアの心は俺たちの恩人だからな。ここも用心棒がいなくなって寂しくなるが、いつまでも甘えるわけにもいかねえ。今後は俺たちだけで何とかやっていくさ。だからロザリアの心、安心してご主人様との旅を楽しんでくれよ。そういえば、あんたどこかで荷馬車をチョコボに囲まれちまった時か。いや違う違う、あいつはベアラーだった。どうかしたか？なんでもねえ、こっちの話だ。昔あんたに似た人に頼み事をした気がしただけさ。それじゃあな、ありがとうよ。お前が必要な時にはすぐに呼ぶ。これからまたよろしくな、アンブロシア。
ているはずだ。探してみよう。ロザリアの方で何か。やおー、クライブ、しけた面してんな。報告を。相変わらず愛想ってもんがない。そんなもんクライブに求めるのが悪いんだ。いいからお前も座れ。ドレイクヘッドが消滅した直後、ザンブレク公国はクリスタル自治領に攻め入った。あそこにはマザークリスタルがある。その上、未だ黒の一帯に蝕まれていない。長らく続いた自治領の不可侵条約も破られる時はあっという間ね。ああ、こんな旨味のある場所一度手に入れたら手放すバカはいるはずもないだろう。そんな強硬姿勢を崩さないザンブレクに対し、ついに名乗りを上げちまったのがダルメキア共和国ってわけだ。今や両軍とも自治領を舞台にして激しい睨み合いの真っ最中さ。つまり各国の目が自治領に集まっている。警備の穴が出始めたようだ。どこもいつ踏み込むかと浮き足立っているせいだろう。動くなら今だ。マザークリスタルを破壊する。世界に残るマザークリスタルは鉄王国のドレイクブレス、ダルメキアのドレイクファング、ウォールードのドレイクスパイ、そしてクリスタル自治領のドレイクテイル。ダルメキア軍の大半はザンブレクの件で自治領に出向いてる。となると狙うはドレイクファングか。いや、ダルメキアは戦を仕掛けた側だ。当然背後を取られないように守りを固めるだろう。だが今なら今日ついて狙える場所がある。ドレイクブレス。おいおい、鉄王国は海の向こうだぞ。どうやって渡るつもりだ。ポートイゾルデに住む知人を頼ってみろ。知人だ。叔父だよ、バイロン・ロズフィールド。ロザリア七家族のあのバイロン・ロズフィールド。大陸を股にかけるとんでもない大豪商だろ。待て、そうだよ。お前一応ロズフィールドの坊ちゃまだったな。叔父は劣気とした貴族だが、その傍ら貿易を営んだら商船なら都合がつくかもしれない。いけそうじゃねえか。よっしゃ、いっちょやってやろうぜ。な、な。支度をしたらポートイゾルデに向かおう。大きいね。ブラックソンたらお酒の飲みすぎよ。この場所ってシドが見つけたの？そ
その服素敵ね。そうでしょ、新しく下ろしたのよ。ありまして。どうしたんだ。シドはこの木の果実をご存知ですか。確か前の隠れ家にもあったな。はい、植生の研究をしていたマーテルさんが大事に育てていたものです。彼女の亡き後、僕が育成を引き継いで、ついに食べられるほどに大きく育ったんです。それに当時はとても酸っぱかったのを改良を重ねて甘くすることもできました。すごいじゃないか。みんな喜びそうだ。これを石の剣の皆さんに食べていただきたいのですが、なかなか声をかけられなくて。どうか僕の代わりにお渡ししてもらえませんか。いいだろう、連中には俺から渡しておく。助かります。石の剣には前の隠れ家から勤めている方が多くいます。ですからぜひとも食べていただきたかったのです。それではシド、こちらがマーテルさんの果実です。よろしくお願いします。よかったねマーテルさん、やっと皆さんに食べてもらえるよ。植物を育てられるのも今日は何か。何が欲しいんだい。もういいのかい。いい加減そのほうきも買える。ひと休みに甘いものでもいらないか。植物園で育てたマーテルの果実だそうだ。マーテルだって、その名前どこかで。
ああ、植物園にいた人じゃない？そうそう、植物園のマーテルさんだ。あの人、草木のことになると本当に熱心だったな。前の隠れ家から一株だけ苗を持ち出せたって聞いたわ。よかった、また実がつくところまで育ったのね。そうか、あの果実か。懐かしいものがもらえて嬉しいよ。シド、ありがとう。ぜひ他の連中にも渡してあげてくれ。間一発だったようだがな。さっき。なんだ、ネクタール。リスキーモブ刑事、各地に現れたどいつも来い。お前の人のクリスキー、わかった。あら、クライブ。支援品窓口へようこそ。デシレーか。確かここでは支援者から届いた品を取りまとめているんだったな。ええ、各地の問題の解決にリスキーモブの討伐、そうしたあなたの活動に送る感謝の印だそうです。あなたが多くの人を助けるほどに多くの信頼が寄せられます。どうぞ誇りに思ってくださいね。こちらがあなた宛に届いた品です。はい、どうぞ。こちらの品ですね。またどうぞ。どうも。外は植物園からの差し入れだ。受け取ってくれ。おや、懐かしいな。この果実って前の隠れ家で育ててたやつだろ。先代のシドはこいつがお気に入りだったな。まだ小さい実を勝手に取ってよくマーテルに怒られてたっけ。シドがしそうなことだ。なんだ、ずいぶんうまそうだな。そいつはマーテルの果実。植物園の連中、苗木からここまで大変だったろうに、マーテルの意志を継いでよく育ててくれたよ。こうやって収穫できて彼女も喜んでいることだろう。クライブ、後で俺のところにも届けるよう言っといてくれるか。やれやれ、相変わらずだな、お父さんは。シド、ありがとう。残りの果実は俺からみんなに渡しておくよ。植物園の人にもお礼を伝えておいてくれ。これで渡し終えたな。植物園に戻って伝えてやるとしよう。石の剣の連中に果実を渡してきた。喜んでくれていたよ。それにみんなマーテルのことを懐かしがっていた。覚えていてくれたんですね。マーテルさんは人が苦手だった僕に優しく接してくれました。でも彼女はあの襲撃での怪我が原因で、以前彼女は言ってました、この木の果実をとびきり美味しくしたいって。だからこの木をマーテルと名付けて育てたんです。僕がマーテルさんの思いを形にするために。お前は彼女の意志を継いでそれを成したんだ。自分を誇っていい。シドからお褒めの言葉をいただくなんて。そういえばオットーが届けてくれと言っていたぞ。あと俺の部屋にも頼む。わかりました、カゴにいっぱいお届けします。よかったね、マーテルさん。
もっともっと美味しくしてあげますからね。ガブを連れてこなくてよかったの？張り切ってたのに。奴には風獄部下を探ってもらってる。紙幣が動くとは面倒だからな。この手の仕事はガブが最も適任だ。ええ、そうね。それにシドが言ってたように、潜り込むのはドミナントだけでいい。万が一の事態が起こっても俺たちだけならなんとか逃げ出せる。いつか戻ろうと思ってたの。鉄王国へ。どうして？あの国にはやり残してきたことがあるから。それに自分の過去と向き合いたい。あなたのように。力になるよ、ジル。頼りにしてる。行こう。そういえば、このロザリア南部は大丈夫かしら。マーサの宿であんなことがあったばかりで。そうだな。ポートイゾルではまだ遠い。近くの人里で話を聞いてみるか。この先にアンバーという村があったはずだ。そこを目指そう。
イヤさん。頼む。
昔のロザリアならこんな恐ろしいことは起こらなかったのに。し、滅多なことを言うんじゃないよ。なんだ。いいな、奴らをかばい立てすれば俗領総督府の存意により貴様らを粛清する。我々は俗領ロザリアの汚れを排除するものである。肝に銘じよ。承知いたしております。村の者にも言って聞かせますので。黒騎士、こんなところにまで。何があったのかしら。連中に睨まれたらここもどうなるか。辛い時代になったもんだ。何をお探しで。毎度。はい、どうぞ。いい品を選びましたね。毎度。またどうぞ。もし何かあったんですか。ああ、俗領総督府に立てつく逆賊が現れたんだと。奴らの住処を探すのに軍が出てきたみたいだ。あんたら旅の人だろ、何か聞いてないか。いいえ、特には。そりゃ残念。誰か詳しい話を知らないかな。俗領総督府に立てついたらこのロザリアじゃ生きていけないってのに。ああ、まったくバカな奴らだぜ。なあ、見たかい。何のことだ。さっきの兵士さ、あれがきっと噂の黒騎士様に違いないよ。貴重なお姿を拝見できて幸せだな。そいつは良かったな。何でもこの辺りに逆賊が潜んでないか調べてるんだって。俺がそいつらを見つければ黒騎士様に褒めてもらえるかな。さっきの黒騎士は逆賊を探してるみたいね。もう少し話を聞いた方がいいだろう。話を聞かせてくれるか。なんだい。ここを訪ねていた黒騎士のことなんだが。そこの旅のお方、私はこの村の長を務める者。お二人に無礼を承知で申し上げる。どうかこの村から早く出て行ってくださらんか。訳を聞いても。今のロザリアは俗領総督府のもと厳しい状況にあります。どんな些細な理由で村が滅ぼされるか分かりません。あなた方のようなよそ者がこそこそと嗅ぎ回れば、それだけで目をつけられかねないのです。そうなったら最後、総督府を滑るアナベラ様は直属の配下である黒騎士に村を襲わせるでしょう。お願いします。イーストプールの二の舞にはなりたくないのです。わかった、邪魔をしたな。やはり黒騎士は母上の差し金だったか。だがこの村は総督府を恐れているようだった。奴らに平伏していれば襲われることもないだろう。民を恐怖で縛るなんて。ジル、どうかしたのか。ごめんなさい、昔を思い出していただけ。大丈夫よ。それにしても黒騎士が探している逆賊が気になるわ。奴らの目的を考えればベアラー絡みだろう。もしかしたらこのロザリアにはマーサの他にもベアラーを保護している連中がいるのかもしれない。
協力者として迎え入れることができればありがたいが、ここであれこれ考えても仕方がないな。今は先へ進むとしよう。ええ、そうしましょう。山道が続いているようだ。ここから魔物も多くなりそうね。気をつけていきましょう。これは以前大石で見た異物たちか。この場面で動き出す異物が増えてきたみたい。クソ、ただでさえ魔物もいるっていうのに。行くぞ。
クライブ、これって血だ。まだ新しい。おい、そこで何をしている。黒騎士、我らに刃を向けるとは。さては貴様らも種火の守り手か。ならばこの場で粛清するまで先に行った仲間とは隔離を出会うといい。我ら残夜を担う者、国営に近い来たる千年王国の憂いを断つ。来るぞ。お前たちの勝手にはさせん。種火の守り手と言っていたな。それがお前たちが探している連中の中。逆賊め、知れたことを。貴様らが逃亡を手引きしたベアラーどもはすでに粛清した。オールドヒル造船所に行ってみろ。あれが我らに立てついた報いだ。クライブ、この先の集落だ。どうしたトルガル。このニア、なんてこと。人がやることじゃ。そうだな。何がここまで。あの人一体。クライブ、母上とは全てのケリをつける。いつか必ず。先へ急ごう。ジル、この人たちを。分かってる。後でちゃんと弔いましょう。ポートイゾルデは大丈夫かしら。